からね、まあ、東京タワーに向かってるんですけど、うん、楽しみ。そう、モンゴラーメンのね、ラーメンを食べてね、ちょっとね、お腹いっぱいなんですよね。私、七太郎マンの父が自身のチャンネルで北極ラーメンにチャレンジしてますので、ぜひご覧ください。日本橋、銀座、品川、芝浦、すごいね、想像だる地名じゃない。こっち合ってるよ。え、こんなまっすぐだったっけ。こっちじゃなかったっけ。そうだったよ。東京タワーに着きます。東京タワーどう？すっか分かんないんですけど、うん、あの、はい、今東京タワーのあれは六本木ヒルズですね。あれ森って書いてますよね。あれ、あ、あビルの間からね、タワーが見てすごいね。気圧がです。はい、私最初の方が良かったかな。え、こっちの方が高いでしょ。やっぱ高いね、ここ。高い。すっごい高い、ここ。
の建物さ、ほとんど光ってない。うわ、すごい。ガラス。何あれ？クリスチャンディオールだ。ディオールだ。ディオールって何？ディオールだわ。本当だ、本当だ、本当だ。ディオールじゃん。クリスチャンディオールだ。光ってる。あ、本当だ。ね。そうね、CD って書いてある。CD。うん、で、下にディオールって書いてある。あ、書いてるわ。ディオールって書いてある。すごい、すごい、すごい。鏡だってこれ。ありがとうございます。揺れてない？揺れてんだけど。規模がもう全然違うで、スケールが、うん、札幌のところあるけど、また違うからね。これだけの光ってなくない？そうだね。東京はやっぱり東京一位じゃない？うん、特撮関係が好きで、ゴジラとか、うん、あの自分でね、チャンネルの中でそのソフビを使って怪獣のね、紹介をしてるっていう番組をね、されてるんですよね。うん、そうだね。ナナトロマン出演、それから編集が父、プロデューサーが母ですね。そうですか。はい、そのように、まあ、設定になっております。はい、このね、最初に YouTube で怪獣のことを話そうと思ったのってどういうきっかけなのかな。結構なんか形とか、あとはなんか強さとかが、あの、あとはなんか、なんか目とか結構ね、目なんか目とかかっこいいなって思って、結構怪獣とかウルトラマンとかが好きになりました。